鉱石は人間の経済活動にとって有用な資源となる鉱物、またはそれを含有する岩石のことである。資源として有用な鉱物はコレクターが収集したり、博物館で展示されるような、その種類だけ顕著に集まった状態で埋蔵されていることはほとんどなく、他の様々な鉱物と混在した岩石の状態で算することがほとんどである。こうした岩石を鉱石と呼ぶ。 鉱石に有用鉱物が十分な密度で含まれているか、また一つの鉱山に鉱石が十分な量埋蔵されているかが、経済的な資源採掘に値する鉱山か否かを判断する上で重要である。鉱物資源として有用な鉱物がいくら高密度で、鉱石の中に存在しても十分な利益が得られるほどの埋蔵量がないと、鉱山は運営できない。金山では、 ヒシカリ金山の金鉱石が世界有数の金岩有量を有する鉱石と大きな埋蔵量で著名である。工業法で示されている鉱物は以下の通り。鉱石は鉱物名や岩石名で呼ばれる場合もあるが独自の鉱石名が使われる場合がある。鉱石鉱物は鉱石を構成する有用鉱物のこと。 交渉に算する不要部分は脈石といい、脈石を構成する鉱物は脈石鉱物という、主な鉱石鉱物には次のようなものがある。ありがとうございます。